容師さんの町本です。今日は写真をねこちらにしたい感じですね。写真いただきまして、ちょっとこういう感じのグレージュにしたいんですけど、ブリーチしてダメちゃったんだっけ。そうだと思います、ね、それで今日はブリーチちょっとしたくないということで、ブリーチを使わないグレージュの方法をちょっとやりたいと思います。グレージュを使わない 3D カラーの方法っていうのをやりたいと思います。で、基本から長さを伸ばしてるから長さあんまり切れないけど、結構毛先が傷んでそうなんで毛先の方を処理して、え、前髪伸ばしてる。前髪は特に伸ばしてはいないので。ああ、なるほどですね。はい、まあ、ちょっとその辺はその流れでいきますね。はい、では出ていきましょう。はい、この状態にブリーチしないで、ブリーチしないでメッシュ、3D メッシュ入れながら、グレージュのカラーをちょっと同時進行していきたいと思います。今日使うのはリパレットです。これ100均で作れるまな板で作れるものですね。これは100均で好きな形にこう切ってくれれば大丈夫です。これ僕一応手の大きさになるようにちょっとここを小さくして、でこのまままっすぐだったらこうやって紙に当てた時に幅がないと落ちちゃうので、ここは大きくして真ん中はちょっと小さめにして、自分の手のサイズでまな板で作ったのがこれです。で、ここの R は頭皮の R と同じようにちょっと作ってますので、皆さんやってみてください。で、今日の薬は、こちらですね。ブリッジじゃないです。ライトナーですね。はい、これは、ライトナーと、あるものをちょっと混ぜてるものになります。はい、で、それでちょっとリフトしていきたいと思います。はい、僕、ホイールで包まないので、ホイールで包むと時間がかかっちゃうのと、まあ、多少全体に馴染んじゃってもいいのかなって気がするので、あまりホイール使いません。ちょっとやります。リパレットを通過取って毛先にほぐしていきます。結構ゆっくり仕事を、まあ、するのもいいんですけど、僕はあんまりゆっくりするの好きじゃないので、早い方が綺麗に染めれるかなと思うので、スピードは意識してます。ゆっくりだとね、ゆっくり綺麗にやってもやっぱりムラになっちゃったりとかするのと、時間の単価が下がってしまう部分もあるので、まあ、髪の毛の、まあ、30% ぐらい染めるような感じですかね。で、今の地毛も残っていくような感じにして、伸びてきた時に全体染めるよりはナチュラルになるようにちょっとしていきます。はい、リパレットを。で、この時結構体の位置大切で、体の位置間違っちゃうと結構端っこのとこ塗れなかったりするんで、はい、で、あと奥の方は、こういうハケを寝かしてください。こうじゃなくてこうです。いいですか。ハケを寝かすことによって表面だけついて裏面につかないんです。これは根元の方をより自然にするためにそうしてます。で、ウィービングとか入れますか。ウィービングっていうんですけど、これあんまやってないですか。はい、ツイートのように伸びてきた時に、はい、目立たないっていうか自然につながるので、例えば髪の毛全体が100だとした時に、はい、根元に作用してるのが、30ぐらいだったりとか25ぐらいだったりとか、例えばですね、はい、そのぐらいだったりするわけなんですね。なので、他は例えば25だとしたら75は黒い毛っていうか元の毛が今残ってる状態なので、今伸びてきた時もそんなに差はないっていうか自然に伸びますよね。やってるところが少ないから、取ってるところ染めてるところが少ないっていうか、はい、このような感じでやっていくと、はい、毛先は塗布量を若干多めです。で、これも繰り返してやっていくとより綺麗にね、コントラストめっちゃついていくので、1回だけじゃなくて何回かやっていくといいですね。
はい、取って、なるべく無駄な動きっていうのがなくなるように、はい、ここは効率よくやっていくのがベストです。はい、例えばここで1回コーミング入れることによって1秒ロスするとしたら、まあ、なるべくそういうところもなるべくロスしないように時間をイメージしてやっていきます。すぐ入れて、はい、でここで根元をかけ寝かしてつけて、で毛先に伸ばしていきます。癖は全くないもんね。ちょっとある。はい、軽くある。そうなんですね。はい、あ、皆さんここでこれを少しリパレットを離します。で根元を塗ると根元の表面だけくっついて、要はこうしといて途中からリパレット使う感じですね。かなりマニアックになってきますけど。はい、あと毛先の塗料を多めです。でダッカールも1インチ外さないで、外しちゃうとあれなんで、もうここで止めておく方がよりスピードの時短になります。で、このように取ったらリパレットをすぐ入れて、根元はちょっと外してからリパレット入れた方が根元が自然になる。リパレット外して根元を塗ってからここを塗っていきます。決してこれ早いわけではないんですけど、まあ、これぐらいは欲しいかなと。ただホイール使うとこのスピードじゃできないんで、結構ここはこのスピードを意識します。水筒用が、はい、こんな感じで逆サイドもやっていきます。伸ばしてるじゃないですか。はい、で前髪のこの表面のところも、パレットまあなしなんですけど、ハケを絶対寝かさないと、この辺結構多く塗っちゃうとちょっと変なんで、ほんと少しでいいです、根元は。で毛先の方だけちょっと多く塗るっていう感じで、いいです。根元ここ多く塗っちゃうと集中してすごく多く見えちゃうので、気をつけてください。まあ、ホイールを使わない理由としては、まあ、隣にこうついたりしてもいいんですね。で、なんでかっていうと、特に毛先の方が結構隣についちゃったりするんですけど、じゃあこの彼女、例えばじゃこの部分だけ取った場合に、根元の毛の量が1000本、毛先の毛の量が、そうだな、1000本に対して400本だとしますよね。そうするとそぎを入れてますから、で中間ぐらいは、根元が1000本、毛先が400本だったら、中間が例えば600本ぐらいだったりとかっていう、そぎの、まあ、入れる位置からで変わるんですけど、例えばじゃあその部分だけ考えたら、その場合じゃあ同じようにメッシュを、根元1000本のところにメッシュを入れても、そぎが入ってるから毛先の方は少なくなりますよね。それは分かりますでしょうかね。根元の方で取って入れても、毛先の方は、まあ、そぎを入れてるから、なんていうのかな、毛先の方を明るくした方がグラデーションで綺麗になるので、根元の方に1000本、根元の量の1000本に合わせるんだったら、例えば毛先は、1200本ぐらい入れてるようなイメージの方が本来ベストなんですけど、そうすると毛先全部塗ってるぐらいになっちゃうんですよね。そぎ入ってる人はほぼそういう風に感じになっちゃうんですよ。でそぎ入ってない人だったら、まあワンレンとかだと、まあ、こう同じように入れちゃっていいんですけど、まあ、あんまりそういう方いらっしゃらないので、今日の彼女の場合だったら、まあ、ほとんど毛先の方塗っちゃっていいのかなっていう感じです。